エッパ・ハントン2世はアメリカ合衆国バージニア州選出の合衆国会議員及び上院議員であり南北戦争の時は南軍の将軍だった。ハントンはバージニア州ウォーレントン近くで1822年9月24日にエッパ・シニアとエリザベス・メアリーのハントン夫妻の息子として生まれた。ハントンは12人兄弟だった。ニューボルティモア・アカデミーを卒業した後、 三年間教師を務め、その後法律を勉強して1843年に法廷弁護士として認められ、ブレンツビルで法律実務を始めた。バージニア民兵隊の大佐、後には准将として、またプリンスウィリアム軍の集権児として著名になった。1848年ハントンは、ロバートとクララブースのウェア夫妻の娘、ルーシー・キャロラインウェアと結婚した。 夫妻には次の二人の子供が生まれた。二番目の子供、エッパーハントン三世は1901年に著名なリッチモンドの法律会社、ハントンウィリアムズの共同設立者となった。1977年、その会社はハントンの孫の栄誉を称え、バージニア大学法律学校でエッパーハントン四世記念出版賞を設立した。大学によれば、この賞は、 訴訟コースで目立った適性を示し、弁護士の倫理的及び職業的責任を鋭く、自覚し認識している3年生に毎年与えられる。半ントンは、女性奴隷のヘンリエッタとの間にも一人の子供を設けたと考えられている。この子供ジョンは1854年11月5日の生まれだった。1850年時点では6人の奴隷を、 1860年時点では11人の奴隷を所有していた。1861年2月、ハントンはバージニア脱退協議会の大議員となり、脱退を提唱した。南北戦争が始まると、南軍の第8バージニア不評連隊の大佐に任官され、7月の第1次ブルランの戦いに参戦した。10月にその連隊は、 リーズバーグ近くで、ネイサン・ジー・エヴァンス旅団の一部となり、ボールズ・ブラフの戦いで北軍と対戦してその部隊の、指揮を取り北軍をポトマック側まで撤退させた。その後ハントーンは、ジェームズ・ロング・ストリート中将軍団、ジョージ・ピケット少将士団及び、リッチモンド方面軍の旅団長となり、ゲティスバーグの戦いの後の1863年8月には、順勝に昇進した。 ピケットの突撃の時にハントンは足を負傷した。リッチモンド防衛を務めた後、ピケットの師団に加わって、コールドハーバーの戦いに参戦し、リッチモンド防衛とピターズバーグ包囲戦で戦った。1865年3月、その部隊は、ファイブホークスの戦いで、遅延作戦を遂行し、翌月4月6日のセーラーズクリークの戦いでも、再度戦い。 そこで捕虜になった。7月24日にマサチューセッツ州オーレントリデで仮釈放された。戦後、ハントンは以前の法律実務を再開し政治に関わるようになった。バージニア州から民主党員としてアメリカ合衆国会議員に選出され第43期から連続4期務めた。この会議員の間に独立戦争応援級委員会と コロンビア特別区委員会の委員長を務めた。1876年、アメリカ合衆国大統領選挙で問題の起きた、いくつかの州の結果を決定するために1877年に議員法で作られた選挙委員会の15人の委員の一人に指名された。ハントンは1880年の選挙では、候補者に再指名されず、法律実務を再開した。 その後ジョン・エス・バーバーの死亡で生じたアメリカ合衆国上院の空席を埋めるために民主党員として指名されその後の選挙も通って1892年5月28日から1895年3月3日まで務めた1893年から1895年はアメリカ合衆国の大学設立のための上院委員会で委員長を務めた 1894年4月1日、あるいはその頃、ハントンは間接的に投票に関わる賄賂事件に巻き込まれた。院外活動家で元々ノースダコタ州の損害賠償要求代理人であるが当時はワシントン DC に住んでいたチャールズ W ・バッツがウォーレントンのハントンのルスタクに行った。バッツはハントンの息子エッパサンセイに審理中の関税法案について 議論を提出することで、ハントンに反対票を投じさせれば、成功報酬2万5千ドルを払うと告げた。この問題に関する上院調査委員会報告の抜粋は以下のようだった。この申し出を、エッパ賛世は、その証言で説明しているように即座にまた断固として、辞退し、すべてはその父に伝えられた。ハントン上院議員は、 その証言に見えているように上院における友人の一人に最初の機会を捉えて事態を明かし、いかなる方法においても取引に関わっていなかった。バッツはサウスダコタ終戦室の上院議員、ジェームズ・ヘンダーソン・カイルにも同じ法案に反対票を投じるよう賄賂を送ろうとした。ハントンとカイルは最終的にすべての非難から解放された。その後ハントンは、 ウォーレントンで法律実務を再開した。1908年10月11日、ハントンはリッチモンドで死に、リッチモンド氏のハリウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。